みたい。え、今なんか誰かいた？ヘイヘイヘイ、ちょっと返事なくて、あ、一人だけ叫んでた。あれ、ワニリン、あれ何、今日違うよ、VR とかじゃないの？お前、なーに、アイドルかのように歌って踊っとんじゃん。え、そりゃ、だって今日はアイドル、Usada Pekoraの誕生ペコだからペコでしょ。え、何、今日だって VR とかじゃないけど。いやいやいや、え、ペコちゃん、でも船長がトッツに来たっていうことは、どういうことか分かってるよね。ね、待ってよ、ワニリン、だってさ、だってこの前の時はちょっと待って、ペコ、マリリン、ちょっと待って。いや、ペコラ、恨んでるよ。あんた、そんなことやんな。あんた、だって昨日のマリカ大会でさ、よくも抜け抜けとさ、なんかさ、3位とか通っちゃってるくせ、ペコジラ、なんなんだ。いや、悪いね、ちょっと。ペコラちゃんはね、うさぎの亀の話知ってるかな？いや、うん。そういうことなんだよね。違う、ペコ。だから、マリリン、ちょっと待って、だからマリリンがさ、なんかその去年の話持ち出すの、ちょっと、ちげえ、ペコなんじゃね、いや、でも、実際前の時は、何したんだっけ？まあ、実際、前の時はさ、ほら、罰ゲームっていう手があったかな？ VR オーナーやだけど、今日はさ、マリリン。うん。お誕生日だよ。なんか一言、ないペコだな。うん。ペコラ。ん？お誕生日、おめでとうな。あー、マリリン！やっぱり！嬉しいよ。今日のペコちゃん。めっちゃ かわいいよ。え、気持ち悪いよ。それは言うね。それは言われるってことよ、それは。あれ、ちょっと話が違うじゃん。ちょっと一緒にえーってなるはずだったじゃん。あれ、いや、そう、ちご外してくれなるはず。いやいやいや、なんだこれ。